通常攻撃が全体攻撃で2回攻撃のお母さんは好きですかは、イチューダチマによる日本のライトノベル。イラストは、イーダ・ポチ。が担当。2017年1月から2020年4月まで、富士見ファンタジア文庫より刊行された。第29回ファンタジア大賞対象受賞作品。テーマは、親と子の問題。略称は、お母好き。 シリーズ累計発行部数は2019年12月時点で80万部を突破している。メディアミックスとして2017年9月26日から2021年1月18日までヤングベースアップにて名茶による漫画版が連載された。また2019年7月から9月にかけてはテレビアニメが放送された。 第29回ファンタジア大賞の受賞作4作品のウェブ読者焦燥選挙を行い、その20万ポイントの公約として、ゲーム化マウスパッド化が用意され、目標ポイント達成により、RPG 集まるで、無料 RPG の公開と、アニメートのお母さんと妹と一緒にアニメートに行こう。母の日もあるので、大好きな家族に日頃の感謝を伝えようフェアで、 いつでもお母さんと一緒マウスパッドが抽選でプレゼントされた。ゲームの詳細は無料ゲームの節を参照。また、ヒロインである主人公の母親、大好き誠子役に血の愛を起用したプロモーションを行った。ファンタジア大賞受賞作として発売された時のテレビ CM のナレーションや第2巻発売記念に公式サイトや YouTube でマー君、シ、まあ、ちゃん、 あーちゃんなど50種のニックネームごとメッセージを読んでくれる動画を公開したり、第6巻発売記念にスマートフォンでテレビ電話がかかってくるというシチュエーションのキャンペーンをした。テレビアニメ放送の宣伝でも引き続き大好き誠子役で出演する地の愛によって公式サイト上のスペシャルコンテンツとしてメッセージボイスが毎日聞けるポイントカード風のお母さんは好きですか 全国アニメ専門店店頭を企画として、対象店舗にて、新古の等身大、スタンデが設置され、前を通ると、全3種類のいずれかの取り下ろしボイスが流れるなどした。同声優は、オーディオブック定額配信サービス、オーディブルで、配信の本作の朗読も担当している。時は 20XX 年。本作は、内閣府が運営する、オンラインゲーム、 マムモアップグを舞台としており、主人公たちは、テスターとして不可思議な技術によりゲーム内に体ごと転送のような形で入り込む。テスターは、母親同伴で冒険することになるが、これはタイトルが指す通りに、当ゲームを通じて、母親と子供を仲良くさせる目的のために組み込まれた。タイトルが過小である通り、ゲーム自体は未完成であり一般公開されていないため、テスターは、 内閣府が定めたとある内容をもとに選出した。運営側では内閣府のメインサーバーに加え47都道府県が管理運営する地方サーバーが連結することで一つの世界を形作るという計画を立てている。6巻までは東京サーバーのみだったが7巻からは愛知サーバーが実装された。ゲームの中に入り込めるという特性上。 緊急避難先として応用が効かせられると考えられている。主な運営は内閣府によるものだが、経営コンサルタントなども支援者として運営に口を出せる立場にある。この関係上、母子関係の修復だけではなく企業間での利益が絡んでくる。ゲームは、いわゆる剣と魔法のファンタジーであり、モンスターとの戦闘により、レベルを上げたりお金を稼いだり、 キャラクター固有のスキルなどが存在する。怪我をすれば出血したりするが、あくまで演出であり、死亡したとしても棺桶に入れられるだけであって、実際に死ぬことはなく、蘇生魔法ですぐに復活できる。また、思いの強さがそのまま力になることが確認されており、新たな力やスキルに目覚めることがある。特に、母親としての思いが強ければ強いほど、 ゲーム内の常識を覆すほどの力を行使できる。娘であっても心構えが母親に近づくことで同様の現象が起こせる。ゲーム内には多数の NPC が存在するが、これは実際の人間と孫ほど個性豊かで会話も可能となっている。ただしテキストにないセリフは言えないとのこと。また自分が NPC であることを知っているのが大半で。 メタ発言を平然と行う者も,もいる。アニメ版では、住民の顔が少なからずはスキーアートで描かれており、開発が追いついていないことが説明されている。ゲーム自体は、運営から、ある程度の権利を移譲されたメインシステムが管理しており、天候の変化から時期に応じた草木の成長など、実際の世界らしく存在させるための処置を、行っている。リアルマネーは使用できず、ゲーム内通貨。 マムで支払うことになる。だいたい1マムで1円。マムはモンスターを倒すと、手に入る、ジェムという物体を、ギルドで換金することで得られる。他のテスターに対する攻撃は、PK と判断されることもあり、その場合は、運営によって、牢屋送りにされるという罰則も存在する。特に悪質な場合は、ゲームへの参加権が執行となり、強制ログアウトという処置を取られる。なお、 ダメージを受けた場合の身体的影響は曖昧に描写されている。クエストの達成などで手に入れた報酬は現実世界でも使える場合がある。温泉宿の無料宿泊券などが該当。魔法を使用する際は基本的にスパーララマジンやフェルミラーレと呪文を唱える。なお、霊感と書かれているものは表記がない限りは原作小説を示すものとする。 特に表記がなく、霊感と書く場合は、原作ライトノベルを指すものとする。また声の項は、テレビアニメ版の声優を示す。天下一母同会本選出場者いずれも五感に登場。種族が人間でないものは NPC とのことだが、彼女たちの中にテスターが紛れているのかは不明。新人に対して好意を持っており、息子にしたいと述べている。 三巻から始まった、犯行組織編の敵対勢力。母の字をひっくり返したものを紋章としている。上でも触れたゲームは、RPG やまるで公開。制作は、ハンバーガー大戦争や、革命だ。4? などを代表作とするウルフが担当した。重くて動かない場合はオプションから、戦闘エフェクトをオフにすると改善されるようであるが、 元より動作が不安定であるようでセーブを頻繁に行うのが攻略のコツであるようである。ゲームの戦闘形式は、ゲージ行動式のアクティブタイムバトルになっている。原作一巻の序盤から中盤を舞台にしており、巨大スライムとの戦いまでが描かれている。また、ワイズ、ポータは、最初から仲間になっている設定。2018年10月21日に開催された、 ファンタジア文庫大感謝祭2018にて制作が発表され、2019年7月から9月まで東京 MX 他にて放送された。テレビアニメのブルーレイ &DVD 発売決定と、共に OVA の発売決定も発表され、いずれも発売した。大好き誠子役の血の愛による、ウェブラジオ、通常配信が、毎週配信で2回配信の血のさんは好きですか が、2019年6月5日より、YouTube にて毎週水曜、金曜に配信。タイトル通りの配信形態となっているため、ナンバリングは0.5単位となっている。ありがとうございます。